中国最大的淡水湖、中国最大の淡水湖、ハヨウ湖。美しい景色と渡り鳥の生息地で知られ、漁業にも恵まれていました。しかし、昨年から続く干ばつの影響で、湖底が干上がっています。江西省北部に位置するハヨウ湖。干ばつにより、周辺の水田はほとんど枯れています。例年だと稲が30センチほど成長する頃ですが、去年の下半期から田植えさえできない状況が続いているといいます。現地の農民エンさんは、1ヘクタールあたり3000元で 3.3 ヘクタールの農地を請け負い、稲と綿花の栽培予定でした。しかし、干ばつの影響で、灌漑が全くできない状況だそうです。現在那个秧苗还没播下去吗？秧种。早到播了吗？早到没有，早到现在还太干了。以前其实一段时间太干了，早到现在我们就放点水抽一下，就把这个通道播下去。那么我们17万早到面积只有，就完全栽在11万亩，有6万亩没有办法种下去。干ばつが続くと、ハヨウ湖地域の生態系も破壊されかねません。厚生科学院の対年会副主任は、干ばつによる水不足は、水生植物や魚類の成長を脅かし、最終的には食物連鎖さえ破壊すると指摘します。過去歴史上不養護理魚产量大概是应该是3、4万吨每年。现在大概是1、2万吨。年限的减少。现在到的不養護理魚類大概是70到80种左右。不養護理魚记录的魚類是有135种。ハヨウ湖の渇水は、長江の水位低下、長引く干ばつ以外にも、三峡ダムによる長江のせき止めなどが主な原因だと言われています。新東人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。